はい、皆様こんばんは。今日は満月の瞑想をこれから行っていきますが、今年最後の満月の瞑想です。さあ、今年振り返って皆さんどんな年だったですかね。今年は特別でしたね。多くの方々が一つの、コロナということに対していろんな気持ちを一つにしたり、それから人の、苦労をご苦労を見て、そのに対して感謝の気持ちを持ったりと、そういう皆さん自身がいろんな思いで頑張った年でしたね。そういうことで、今日は皆さんが、自分に対して今年一年ねぎらってあげる、感謝するという瞑想法を行っていきたいと思います。さあ、短い時間ですが、ご一緒にその瞑想を行っていきましょう。まずはじめに、いつもの通り、もう慣れてますね。目を閉じて姿勢をスーッと、伸ばしましょう。目を閉じて背筋をスーッと伸ばします。さあ、今日一年いろんなことがありましたね。それに対して自分がどんな気持ちでいたか、そしてさまざまな不安とか、いろんな報道とか、そういうものを聞きながら、それでも皆さん日々を毎日変わらず、そして中にはこの新しい働き方に順応していこうと、よくよく頑張りましたね。そういう自分に対してしっかりと感謝の言葉を、ねぎらいの言葉を具体的に心の中で決めましょう。少し20秒ほどお時間を差し上げましたので、自分の頑張ったことに、少しどんなことに頑張ったかなというのを頭の中で整理して決めてみてください。一つだけでも構いません。さあ、何に対して感謝するのか決まりましたか？こんな時でも健康でいれた、その自分の体に感謝しますか？いろんな気持ちで前向きに変化に順応することにチャレンジできましたか？そんな自分にも感謝をしましょう。
感謝が一つで収まらない方もいらっしゃると思います。それでもこの1年しっかりと前を向いて、一日一日を大切に生きれた自分、時には不安になって大丈夫かなと思う気持ち、それでもそれを乗り越えて今自分がここにいることは偉いねって、それもまた感謝です。あなたがいるからこそ周りの人たちの支えにもなりました。最後は、ああ素敵な一年だったな、いろいろあったけどそれでもやっぱり私は偉い、よく頑張った、もしくは普段と変わりなく淡々とやれた、自分軸がしっかりできていてぶれることなく一年が過ごせた、もしくはちょっとはぶれたけれどもでも大丈夫、そう自分を励ましながら一歩一歩を進めた、普段周りに感謝ができているあなたでも今この瞬間は自分自身に感謝をしましょう。感謝が終わった方は、ふーっと息を吐いて、朝日を思い浮かべて、そしてその日が昇って、また沈んで、気づくとお月様が夜空に輝いていて、またそのお月様が朝方になると明るさとともに見えなくなり、また太陽が上がってくる、それだけはなんも変わらずにあなたとともにあります。それを少しイメージしてみましょう。ふーっと息を吐いて、少し顔を上向きにして、口角を上げて、今この瞬間が過去よりもこれからの未来よりも最も大事だということに気づいて、今自分がここにあることを感謝しましょう。
それでは目を閉じたまま両手を万歳してぐーっと背伸びをして、そしてふーっと息を吐きながら手を下ろします。さあ、いかがだったでしょうかね。今年1年本当にこれまでね、私たちは体験しなかったことでも、なんとか一緒にね乗り越えていきましたね。なのでこれからも大丈夫です。ご自分の中にある不安をしっかりと、自分で不安があるなって、それはもう湧いてくるものですから仕方ないですからね、それを感謝とともに、大丈夫、この気持ちもいつか次第に収まっていくと思い、慌てずに自分のペースで、また来年もね、素敵な年にしていきましょう。さあ、ここで、ね、ちょっと簡単な告知をさせていただきます。皆さんと同じように私も今年1年慣れないですね。こういう YouTube とか、オンラインサロンとかですね、もう本当にいろいろチャレンジをしている、まだ真っ最中です。そんな真っ最中の中ですが、ですね、ちょっといくつか、まず、オンラインサロンの中でこれからやっていくことを少し、告知させていただきます。9つの瞑想法というのがありまして、これは皆さんに、これまで以上に具体的な瞑想法としてお役に立つ9つの瞑想法というのをやっていきます。それからもうすでに、収録は始まっていますが、スタジオ FM からですね、お悩み相談ルーム、自分が変わるラジオ、自分が変わるラジオというのを、スタートいたします。満月新月のブレインストレッチ瞑想も継続的に行っていきます。それからですね、この時代に皆さんに少しに、具体的にお役に立てば立てるんじゃないかなと思っている講座をやっていきたいと思います。中にはですね、なんか私副業やんないといけないのかなとか、私にでもできる、独立開業でないかなっていうことで、ノースタイルコーチングというのがあります。で、これはですね、コミュニケーション方法として素晴らしい、一つのやり方です。で、こういったものを一つ身につけて、ご自分のお仕事としていけれるようなコンテンツも考えています。からノースタイルで、わかるあなたにおすすめの副業はというのもオンラインサロンで、やっていきたいと思います。つい先週ですね、半日リトリートというのを、サイレントウォーク、山をですねちょっと登っておにぎり食べてまた降りてくるっていうのを、チャレンジしてみました。その半日リトリート、それから一泊のリトリート、3泊4日の、リトリートというのも来年度はどんどんいろいろやっていきたいと思います。まあ、そういうことをですね、皆さんと一緒に楽しく今を生きるということを意識しながら、一緒にやっていけたらなというふうに思っています。皆様、今年一年本当にね、慣れない私の Zoom だったりいろんなことに参加くださいましてありがとうございました。来年はぜひ一緒に、作っていきましょうということで、皆さん素敵な年末年始をお過ごしください。東北の方々、雪が多いようですが、きっとね、この雪も浄化の雪かもしれません。暖かくしてお過ごしください。それでは今日はここまでとなります。また来年、新月の瞑想からお会いしましょう。では、さよなら。十日目、エミタメ。お餅、食べ過ぎないようにね。それは確か。はい。
ありがとうございました。